はい、未来の日本語教育組の皆さん、こんにちは。このビデオは SOP、第7週 SOP の、5本目のビデオですね。これは課題についてここではお話をしたいと思います。課題はですね、Google スライドで第4課の、SOP を作っていただきたいと思います。ですけど、もう反転授業の動画は前に練習しましたから、ここでは必要ありません。反転授業の動画を見てきた学習者にどんな授業をするか、主に練習のところですね、どういう練習をするかを、SOP で、SOP のスライドを作ってほしいと思います。で、4課からみんなの日本語の4課から1つの文型を選んでください。で、4課はですね、こういうふうに6つの文型があります。全部やる必要はありません。1つだけでいいです。例えば3番の、これは銀行は、すいません。9時から3時までです。でしたっけね。何とかは何時から何時までですという、こういう、文型をやるときは、例文の3番と、練習 A の3番と、練習 B の4番と、練習 C の1番を、やりますね。この1つの文型だけでいいです。3番だけでは、3番じゃなくてもいいですよ。1番でも2番でも4番でも5番でも6番でもいいんですけど、文型を1つ選んだら、その文型の練習をどういうふうにするか、それを、Google スライドで作ってきてください。はい。しかしですね、実は決めなければいけないことはすごくたくさんあります。例えば授業中に教科書を見せるかどうか、それから例はですね、ここのところですよ。例、先生が読むか、それとも学生が読むか。もちろん教科書を見せないんだったら先生が読むしかありませんよね。はい。で、この例を読むときに英語とかタミル語とかカンナダ語とかで意味を確認するかどうか、それから、教科書を見て、一人で練習する時間を取るかどうか、学習者がですね、学習者が一人で練習してその後みんなでやるような、そういうパターンもあります。はい。それからごめんなさい。コーラス、みんなで言うか、一人で言う指名にするか、それもですね。それから、これも最初にコーラスでやって、その後に指名で一人一人言ってもらうというパターンもあります。そういうパターンもありますね。で、指名をするとしてですね、例えば5人以上のクラスだったら、で、しかも一つの文型の練習が4つしかないとき、例えばこういう、これもそうですよね。練習が1、2、3、4って4つしかありません。そういう時に5人目も指名するのか、あるいは指名しないで先に進むのか、そういうことも一つ一つ先生が判断しなければいけないわけですね。こういうことを全部教案に書いておくと、その授業の中であまり考えないで済みますから、とてもいいと思います。で、こうしたことはですね、スライドに書いてもいいんですけど、できれば、学生はですね、例文以外は見ない方がいい。そういうことが多いですね。で、その場合は、先生がね、でも忘れてしまうかもしれない。どういうふうにするか、考えたのに、それを忘れてしまうかもしれませんね。そういう人はスライドに書いてもいいですけど、目立たないように書いた方がいいですね。それからさっきも言いましたが、この授業中に教科書を見せるかどうか、全部耳だけでやるという、口と耳だけで全部練習して目は使わないという、それがオーディオリンガルですね。このみんなの日本語のオーディオリンガルはそういう教え方です。そういう場合はもちろん、スライドには例文を入れなくてもいいです。ただ、練習1、文型1の練習2、練習 A、とかですね。そういうのを入れて、で、スピーカーノートのところに先生が読む、例文などを書いておくといいと思います。はい。はい、私からは以上です。この、bit.ly スラッシュ、このスライドへのリンクは bit.ly スラッシュの ttcb75 ですね。もし、このスライド、このビデオに知らない言葉があったら、暗記、クイズレット、メモライズなどのツールに、登録して復習できるようにしてください。はい。それでは私からは以上です。失礼します。